ジョカワイセイグナチオ大聖堂は、中華人民共和国上海市ジョキクジョカワイカバの西寺158号に、ある、ゴシック様式のローマカトリック教会であり、カトリック、上海教区の司教座聖堂である。ジョカワイは、元は、上海西部の郊外にある北ケ教に属する普通の村であったが、上海城から西に向かって進展する主要な水路である、はじめか浜がここを通過する。 秋代の著名なカトリック教徒である女光景はここに葬られている。1842年、カトリックのイエズス会が再び中国に来て1847年に女カワイを選んでカトリック、江南電業区の総本部を建設し、続いてここに司教官、大将の男子修道院、二箇所の女子修道院、女カワイ図書館、気象台、土山は印刷所 初期工学校、広明女子中学校、孤児院を建設した。これら一連の機構は、ここを拠点としてその業務を、チャンス、暗記の二章に展開した。上述した機構の内部には、すべて小さな仕様の聖堂があった。1851年に、紅葉の中型の聖堂を建設する。イエズス会の創始者であるセイグナチオロヨラから、命名し、外側は、ギリシャ風で、 おそらく中国発の西洋式の聖堂であった。現在のカテドラルは1904年に建築の加入をし、1910年9月に聖堂は落成した。1910年10月23日に性別式を挙行し、イエズス会の創始者である聖イグナチオを聖堂の守護聖人として捧げられた。当時は極東一のカトリック聖堂と称され、 同時に2500名の信徒を収容できた。当時の教会名簿にはすでに1万人に上る信徒がおり、その中のかなり多くが教会が養っていた古事であった。新たに聖堂を建設して後、旧聖堂は改めて無限在の聖母守護聖人として捧げられ、その名を無限在聖母を支払堂とし、略称は支払堂といった。新しい聖堂は聖イグナチオを 守護聖人とし続け、現存の聖堂が、その新しい聖堂である。除川祭天守堂は、西洋建築方式により建造をされた聖堂である。西向きにあり、全長は83.3メートルで、両翼の最長は34メートル、屋根の高さは26メートルで、塔の高さは56メートル。約2500人を収容できる。平面は、超十字型を呈し。 これは中世フランスのゴシック様式に習っている。赤レンガ、白い石柱、青灰色の石板の胸瓦で、聖堂の全部の2つの首楼は高さ60メートルに達し、壮大で荘厳であり、南北に向き合って高くそびえている。ジョカワイ天守堂は、その規模の巨大さ、造形の美しさ、工芸の精緻さをもって、当時は上海一の建築だと称えられ。 1920年代以前は、上海で最も高い建築物であった。ジョカワイ天守共同は、文化大革命期間中に、破壊に遭い、金、牢の船長は取り壊され、ステンドグラスは砕かれて、上海市課品雑貨公師が倉庫として使用した。1979年1月、中国共産党上海市委員会は、書面で指示を与え、使用者を転出させ、 さらに修理費として3万件の保証を教会に与えた。同年11月1日の諸聖人の祝日で大聖堂がなお修理中であった時、まず大聖堂の後ろの2つのホールが修理され、文化大革命後発のミサが捧げられた。スティーブン・スピルバーグは1987年の作品である太陽の帝国でここを撮影の背景に選んだ。 1988年2月、中国天主教愛国会のカルガン樹主教が用去り、その遺骨は聖堂に安置された。1989年9月25日には、上海市人民政府に上海市文物保護単位であるという交付を受けた。聖堂の門前広場はかつて西区の長距離バス停として使われていたが、現在はすでに元に戻されて、 教会建築を鑑賞するのに非常に便利となった。ただし、周囲は近年新たな商業の中心となって多くの高層建築が立ち、聖堂はあまり高くは見えなくなっている。ジョカワイセイグナチの大聖堂元の著名なパイプオルガンは文化革命期間中に破壊され、現在は電子オルガンにとって変わられている。文化革命期間中に破壊されたステンドグラスも 今はすでに更新され、いくつかのステンドグラスは、アメリカのカトリックの組織の参助によるものである。解放共同、回復解放共同。ありがとうございます。